にちは。こんにちは、ブログ集客アドバイザーの上川です。 YouTube 集客アドバイザーの大島です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ね、まあちょっとこれ2人で喋るとね、もう本当にいろんな熱い思いとかね、いろんな言いたいことが出てきてしまって、もう本当に朝まで討論会でやってしまうんですよね。だからいつもこう2人でこう語り合っちゃうと、もう朝までになっちゃうぐらいの勢いですよね、はい。まあ、それが逆に僕たち熱い思いがあるし、もうなんかこう喋りたいことがね、逆に言ったら伝えたいことがいっぱいありすぎるんですよね。本当そうですね、うん。で本当にそのなんていうんですか、今までその僕と大島先生とこう2人でコラボで、まあ、この今日に至るまでね、継続してアメブロと YouTube 集客セミナーとやってきたんですけど、一つちょっとここでね、我々がその皆さんに対してお願いというかですね、こうセミナーとか講義を受けるにあたってのね、心構えっていうのをね、ちょっとお伝えしていきたいなと思ってるんですよね、はい。でなぜこれを言わなくちゃいけないかというとですね、やはりそのせっかく皆さんも貴重な時間とお金を使ってくるわけですね、セミナーに学びに。で逆に僕たちも、僕上川と大島さんも皆さんに満足していただくためにものすごい時間を使ってですね、資料作成とかシナリオをいうことを考えたり、打ち合わせも何度もするわけなんですね。だからせっかくそこで出会う縁なので、お互い時間を無駄にしたくないんですよ、僕たちの思いとしては。だからやっぱりその今までごくまれにですけども、セミナーでなんか依頼しちゃいましたよね、なんかこう素直じゃない方とか、あ、そうですね、こう斜めにこうね、こいつはこいつたちで何を言うんだろうと、こうずーっとこうやってやってる人いましたよね、そうですね、過去にね、いう方とかね、あとはこう何を言ってもリアクションしてくれない人とかね、はい、そうですね、うん、で質問に対して答えないとかね、はい、うん、いましたよね。いや別に、いや別に、はい、まあ、そういうのはやめていただきたい、やめていただきたいですよね、はい。でないと僕たちもテンション下がってしまいますし、今日こういうせっかくいいこと用意したから喋ろうと思ってても、もう今日は喋れないとこでなっちゃいますから、人間なんでね、はい、はい。なので逆に言うと、僕たちをこう乗せてくれればね、僕たち単純なんで、はい、本当にもうベラ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 喋っていっちゃうし、はい、もう裏ネタとかね、もう予定外のものをベラベラ喋っちゃうのが僕たちの欠点でもあり、まあいい点でもあるんで、そうですね、はい、はい。あと大島先生の方から逆になんかこう、こういうのを注意してほしいってありますかね、こういうこの前で。そうですね、まあ今のは、はい、まあ、まあ大前提なんですけども、はい、あとはその、まあ、その今遅刻っていうのがありましたけども、はい、あと欠勤、ドダキャンですか、ドダキャンとかですね、ドダ欠勤とか、はい、やっぱり席も、うん、ちゃんと用意して、そうですよね、セッティングしてるんで、うん、ちゃんと来てくれる方が、うん、にちょっと迷惑がかかっちゃうじゃないですか、うん、そうですね、はい、なのでそこの部分ですね、うん。あとは先日、セミナー来ていただいた方が、うん、おっしゃってましたけども、うん、朝雨で、はい、なんか気分が悪くて、うん、そうですね、悩んで、はい、でも頑張って途中まで来たんだけど、うん、電車の中で、はい、なんか迷ったんです。そうですよね、はい、うん、そうですよね、うん、なんか乗り継がうまくいかなくて、そうですね、乗り継がうまくいかなくてちょっと遅刻しちゃう、はい、かもしれないけど、どうしよう行こう、はい、そういうふうに迷った方でも、まあ、もちろんそれ迷ってしまった遅刻とかは、うん、しょうがないので、うん、まあ、そういう部分は除いて、うん、まあ、直前で、まあ、雨降ったりとか、うん、まあ、もちろん気持ちが慣れてしまって、はい、まあ、いいやってなってしまうことも女性の方で多いですよね、かもしれないですけど、そこもなんとかね、絶対そういうふうに思っても、うん、一歩頑張って踏み出して、慣れないでほしいですよね、はい、はい、悩んで頑張ってきた人は必ず来てよかったって言ってくれるじゃないですか、うん、そうですね、はい、なんで、まあ、そういうふうにちょっと、あ、今日はやっぱ面倒くさいなとか、うん、雨だから行くのやめようかなって思ったら、うん、ちょっと頑張って、そこはそうですね、試されてると思ってね、はい、神様に、はい、そう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 、本当に、ね、先日おっしゃっていただいた方の言葉がすごい、うん、気持ちに響いて、うん、やっぱ来てよかったって、うん、そこで、うん、諦めないでよかったって言ってくれたんで、うん、ドラマありましたなんで本当にそういう風になっても、はい、ぜひ足を運んでいただきたいなと、はい、僕は本当に思ってますね、うん、そうですね、はい、だから本当に何が言いたいかというとですね、結局その人間って人の出会い、あるいはセミナー一つによってコロッと人生が変わったりする方もいらっしゃるんですよ、はい、で我々も今までそういう方何人も見てきてます。なのでその本当たった一つの決断、躊躇っていうのが、もしかしたら皆さんが
極端なこと言ったら地獄に行く道なのか天国に行く道なのかっていうのがもしかしたら極端に分かれる可能性もあるわけなんですよね。だから逆にセミナーによって本当にきっかけで人生が変わった、お店が変わったっていう方もね、何人もね、大島さん今まで出てるわけなので、いや本当そう、セミナー来ただけで予約取れなく、はい、ね、受けれなかった方もいらっしゃいますから、ね、そうですよね、本当にね、はい、うん、だからこれ大げさな話じゃなくて本当真面目な話で起こっていることなので、ぜひそのさっきのね方の話ではないですけども、朝起きた今日はやっぱ行くのよそうかな、偉いな、なんか天気悪いなってなった時は神様に試されてると思って、これを飲み込めないとあなたは大きくなれないやと思って一回心に胸に当てて考えてください。そういう場合は、はい、で必ず僕と大島先生は来てよかったなって言わせる自信があります、はい、うん、ですのでやっぱりそのセミナーを受ける際の心構えっていうのをしっかりあのマインドをねしっかり持ってきていただいて、でそれで僕たちのセミナーを最後まで真剣かつ楽しみながら聞いていただけたらというふうに思っています。はい、はい、ということで、まあ、ぜひ僕と大島さんの、はい、セミナーに、我々は会場どこかにいますので、ぜひ僕たちに会いに来て人生を変えていただけたらなというふうに思っています。はい、はい、ということで、はい、今回はどうもありがとうございます。ありがとうございました。